日経 BS ニュースです。日経平均株価が続落し、26年5ヶ月ぶりの水準に落ち込みました。2009年3月9日の東京株式市場では日経平均株価が続落し、終値は前の週末に比べ87円7銭安い7086円3銭となりました。これは2008年10月27日につけたバブル後の最安値を下回り、1982年10月6日以来26年5ヶ月ぶりの安値水準です。